こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。日本とアメリカはオリンピック。羽生結弦が66年ぶりのオリンピック2連覇の歴史的偉業を成し遂げて金メダルをゲット。宇野昌磨がフェルナンデスを破り銀メダルをゲットして日本フィギュア男子1、2フィニッシュ。一方、羽生善治竜王が 中学生昇士の藤井聡太五段に敗れたと。加藤一二三、一二三も藤井聡太に敗れて引退したと。まあ、フィギュアのハブも、将棋、あ、フィギュアの羽生ですね。フィギュアの羽生も、将棋のハブも、転売には直接関係がない。しかし、オーストラリア市場が稼ぎやすいという例に、稼ぎやすいという例えに使わせてもらうと。まあね、えー、この 羽生結弦の金メダルの演技を見ててね、なんか動画作りたいなと思ったけど、なかなかね、取、えー、ってすごいっていうのじゃ転売と全く関係ないんで、まあえー、無理やりこじつけた感が強いですけどね、えー、要はオーストラリアは稼ぎやすいという例えに使わせてもらおうと。でアメリカとか日本市場っていうのは、まあ、非常に、まあ、強いライバルがいます。これはね、アマゾンにもいますし、 アマゾンじゃない eBay、あるいはヤフオク、楽天、ね、普通のネットショップ、あるいはリアル店舗、まあ、何しろかにしろね、えー、そのものを販売している人たちが多い、そして、しかもアメリカなんかね、えー、世界中から、えー、アメリカで自分は稼げるというね、えー、自信がある人が集まってるわけですから、超熾烈な戦いです。プラス日本もね、アメリカならうまくいったところが、ね、入って撤退するというほど難しい市場です。 まあそういう市場でね、果たして初心者が稼げるか。全く稼げないとは言いませんけど、稼ぎにくいことは事実です。まあ、しかし、南の果て、オーストラリアには強い世ーはいないと、ね。例えばね、スケートが転ばず滑れるとかね、将棋のルールがわかると。まあ、その程度の人がね、羽生やハブに挑むということはないと思います。まあ、仮に挑んでもね、歯が立つはずがないと。 しかしビジネスの世界だと初心者なのにね、なぜかハニューやハブに挑む人がいると。まあ、これ勝てるわけないのに。ねえー、もうすで、えー、にライバルが販売していて実績のある同じ商品だともう売れないと。売ってない商品ないかなっていうふうにニッチを探すしかないと。ニッチを探すんですけど、まあ、熾烈な戦いを繰り広げている日本やアメリカだとね、まあ、そうそううまくニッチが見つかりますかと。見つけにくいという場合が多いです。 まあ、そんなわけでね、えーまあ、やっぱ初心者は稼ぎやすいところで稼いだほうがいいと。オリンピック級の、ね、セーラーがゴロゴロいる市場で何、えー、とか稼ごうというのはやっぱり無理がある、えー。稼ぎやすいオーストラリアで販売しましょうというお話です。Amazon、ま、が、あ、ね、オーストラリアでマーケットプレスを開始しました。まあ、日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。 ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。ここをクリックしてサポート申し込みページを見ると、まあ一番下にね、えー、無料のメールマガジンを、ねえー、配信している登録フォームがあります。まあ、こちらにね、メールアドレスとお名前をご記入の上、メールマガジン登録してください。オーストラリアアマゾン、どうやって稼ぐか、えー、どれぐらい稼ぎやすいか、どんな商品で稼ぐか、 まあそういった情報を無料でお届けしています。ご登録お待ちしています。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。